ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。はい、今日もですね、羽化してるっぽいクワガタたちをですね、すべて掘り出していきます。はい、ではやっていきます。まずはね、こちらタランドゥスくんですね。羽化してるっぽい。そしてこれもね、ちょっと一本返ししちゃいました。さあ、浮かしてるんですか、オスですか、メスですか、オスですか、メスですか、出てきてください。あ、いたー、よかった、メスだった。一本返しで、あ、でかい、でかい。いや、いいね。いや、いいサイズ、いいサイズ。あ、めっちゃいい。完品ですね。美しい。ツヤツヤの。まだ浮かしたてかな。いや、よかったです。ちょっとこっちで待機していってもらいましょうね。ヤッホー、出だし最高。出だし順調ですね。さあ、続いて。じゃあ、ね、これいこうか。赤レギウス。これもちょっと飼育、あ、っていうかもう上にいるし。一本返しですね。この子も赤レギウス。綺麗。ちょっとね、こっち赤いね。この辺が赤い。レギウスとね、タランドゥスの見分けがね、全くわかんないんで、これ別々にならないように管理しないといけないです。全くわかんない。はい、続いてこちら、ノコギリクワガタ。トカラノコギリクワガタですね。これも一応なんか中でね、浮かして暴れてるっぽかったので掘り出しちゃいます。さっき部屋の掃除してたんでね、なんか鼻水めっちゃ出る。ホコリアレルギーなんですよ、実は。いない、いない。と見せかけてのチャリン。ちっちゃい。あ、ちっちゃいというかそこそこでかいメス。ああ、なんか結構大きいっすね。こんな感じっす。綺麗。こんにちは。ちょっと待機しててね、勝手にね。あとでお家に入れるからね。前回の動画かな、前もあのトからオスが浮かしたんでね。ちょうどよかったです。いや、すいません、ちょっと鼻かみながらね。マジなんかいきなり鼻水出てきた。次これいきますか。これはオオクワガタですね。極太系オオクワガタ。アコタニさんですけど、ちょっと河原で飼育してたんですけど、河原だったかな、マットだったかな、どっちだったかな、ちょっとどっちだったかも忘れました。あ、痛い痛い。あ、メスでした、アコタニさん。一応極太血統ですね。そこまで太くはないですね。次世代に期待って感じですね。いいね、今のところ順調ですね。ちょっとこの劣化具合が半端ないけど。はい、続いてこちらやっていきますよ。極太血統のね、スマトラ。これはね、アガくんかな。 AGA って書いてアガ、オリジナルのね、あのアガがいるんですよ。アガとオガがいるんですよね。アガが極太系で、オガが
極太とあの大型を掛け合わせた血統ですね。これはアガくんですね。やばいね、やばいね。極太名乗ってるだけあってなんかこういかついですね。でかいね、でかいね。君でかいね、すげえ。頭幅が半端ねえ、すげえわ、かっちょえ。このボトルの蓋こんな感じ、こんな感じ、遠近法で、遠近法ででかく見える。こんな感じですね。50ミリあるかないかぐらいじゃないですかね。ちょっと後で測ります。一応メスって書いてますね、こちらも。メスって書いてます。ああ、メスだった、当たった。さっきのスマトラの方が大きいんじゃないかなって感じですね。完品です、やった。はい、また戻っといてください。あとでケースに入れるから、ちょっとの間我慢してください。じゃあ次はこれ、手元に近くなったやつ、大王平田。大王様いきますか、西澤さん。これは今年の福袋に入ってた大王の子供ですね。さあどんな感じ。おお、うえー、でけー、うわ、かっちょえ、かっちょえぞ、やば、めっちゃかっけえ。手挟まれそう、手挟まれそう。うわお、いかつ、いかつ、この大顎。なにこれ、すげえわ。ひげ、ひげ生えてる、ひげ生えてんなー。やややすごい、いい、めっちゃいい。いや嬉しいな。あぶね、指挟まれる。いや嬉しいです、大王最高。でけえ、いやよかった。ちょっとこれやばいっすね、めっちゃかっこいいっすね。マジっすか、マジっすか、大王くん太いわ、ごっついわ、かっちょええわ。これ決まった、また類題します。決まりだね。あ、さあもう一匹いたんすよね、大王。もう一匹どんなかな。ちょっともう一匹いっちゃいます。これもね、オスっぽい。ほーら、よっしゃー、完品、完品ですね。あ、さっきの余裕はちょっと小さいな。さっきの子がね、ちょっと比べてみますか。さっきの大王がこれだ。さっきの大王様がこの子ですね。ほら、なんかこっちの方がごっつい、めっちゃごっついな。マジか、やばいでしょ、この子マジやばい、いかつ、すげえわ。ちょっと本当に大王いいっすね。スマトラとかね、好きやったんですけど、ちょっと大王もいいですね。なんかやっぱね、あの細いのもね、いいんですけど、やっぱ自分なんかこう横にでかいのがね、好きかもしんない。スマトラとか大王も、このアルキリスもなかなかやばいっすもんね。横幅マッチョ好きっすね。
もう一匹ダイオウイカ。もう一匹ダイオウ様がいたんでもね、これね、なんと上がってました、メスでした。ダイオウ様全く見分けが分かんねえ。スマトラのねメスとねすっげえ似てる。全く分かんねえ。ちょっとさっきのでかい方のね、あのオスとまたあのブリードしてみます。